梅尾大学図書館は、スウェーデンの梅尾大学の大学図書館であり、スウェーデンの法定納本図書館の一つである。梅尾大学図書館にはスウェーデンで出版されたすべての新刊本が納本される。梅尾大学図書館は、梅尾キャンパスにある本館とリサーチアーカイブのほかに、ノールランド大学病院のメディカルライブラリーがあり、梅尾芸術キャンパスやエルンシェルツビクキャンパスにも文館がある。 梅尾大学図書館の外観梅尾大学図書館の前身は1950年に梅尾に設立された梅尾科学図書館である。第二次世界大戦後、スウェーデン北部の住民は政府に大学や大学病院の設置を求めたが、なかなか認められなかった。しかしこの図書館の設置が突破口となり、後の大学の設置につながったと言われている。 科学図書館は1965年に梅尾大学が設立された際に大学図書館となり、1968年に大学のキャンパス内に新しい図書館が建てられた。図書館は1951年以降、北部で最も重要な図書館とみなされ、調査研究や大学教育のためにサービスを拡大し、最近では2006年に増改築が行われた。 リファレンス室大学図書館に対して、歴史家のニルス・ワン・ルーンドや、言語学教授のビョーン・コリンダー、政治経済学者のエディ・ヘクシャーや、ジャーナリスト・検索家のシグリード・カーレなどが、寄付や蔵書の提供を行っている。また、大学の研究アーカイブは、サーラ・リードマンの作品を保管している。ありがとうございます。